長谷川テル長谷川テルと劉飛氏長谷川テルは日本のエスペランティスト、反戦、反帝国主義運動家。本名は長谷川テル子。筆名は緑川栄子。エスペラント名はベルダ魔女。父は土木技子。女優の吉永さゆりの母和江とその妹の評論家、川田康代は桃園にあたる。山梨県大月市に生まれる。1929年。 東京府立第三工場卒業後、奈良女子高等師範学校に進学。学内で文化サークルを同級生と伴いに作り、エスペラントを学ぶ。1932年、左翼組織の疑いをかけられ検挙される。数日間の交流を受け、大学を自治退学。タイプライターの教習所に通い卒業。1933年、 財団法人日本エスペラント学会で無給タイピストとして働き、日本エスペラント文学研究会の会員になる。1934年、NHK アナウンサーの第一次試験に合格、前歴による不採用を予想して、第二次試験には出頭せず。1935年、上海エスペラント協会誌ラモンドに日本における婦人の状態を書く。 1936年、雑誌、世界の子供に協力、エスペラントで日本史を書き外国での出版の試みに失敗、満州国の留学生、リュウヒトと結婚。1937年、日本を去り、上海でエスペラント発表50年祭に参加、その後講習へ行く。1938年、関東国際協会ができ、エスペラント部で働き始める。 日本へのエスペラント等による反戦文書の流し込みを行っていたが、思わぬ疑いを受け、スパイ容疑で香港に追放される。進化日報に愛と憎しみを翻訳。国民党中央宣伝部国際宣伝どころ、対日課で裁判明の下で、抗日放送に従事。日本の都新聞により、強制売国奴として評される。1941年。 石川達造著、生きている兵隊のエスペラントでの翻訳。国際宣伝どころから政治部文化工作委員会へ転属。長男出産。嵐の中から囁く声出版。1945年、戦う中国で、を出版。1946年、長女出産。信用で、長谷川金太郎の家を曲がりする。 長谷川金太郎が日本に帰国してるの消息を家族に伝える。ハルビンで東北行政委員会変に委員会に勤務。子供を産み育てる余裕のないことから、ジャムスで妊娠中絶手術を受けるも、1947年1月14日感染症で死去、遺説がある。同年4月22日には、リュウヒト氏も排水種で死去。二人は、 ジャムスレ列資料園に葬られ、母妃には国際主義戦士、緑川英子と刻まれている。二人の間には6歳と生後0ヶ月余りの兄弟が残された。二人は革命列士の維持として中国政府の保護を受け、孤児院で育った。兄は日本に留学し、北京工業大学物理学部の講師になった。妹も東山鉄道学院を卒業後、 中国鉄道省の北京27記者、交渉職工大学の数学講師となった後、日中科学技術交流協会の協力で電気通信大学に留学した、テルの人生をドラマ化した傍教の星ではく、ありがとうございます。